正月三が日最終日の今日、 U ターンラッシュがピークを迎えています。今朝の JR 静岡駅は正月をふるさとで過ごし自宅へと戻る人たちで混雑していました。おじいちゃんの家、嬉しかった。 JR 東海によりますと午後4時時点の自由席の乗車率は光の上りで 150%、 下りが 70%、 こだまは上りが 110%、 下りで 40% です。一方、東名高速上りでは事故の影響で御殿場ジャンクションまでおよそ15キロの渋滞が発生しています。